ただいまよりですね、ホビー有料化に関する説明会を開催させていただきます。改めまして、皆さんこんばんは。私はですね、茅ヶ崎市役所環境部資源循環課の、森岡と申します。本日はですね、お忙しい中、またですね、夜分遅くお集まりいただきありがとうございます。私以外にもですね、職員が出席しておりますので、職員の紹介をさせてください。萩園にあります環境事業センターの方で施設管理の方を担当しております門倉と申します。よろしくお願いいたします。はい、同じく環境事業センターの方でゴミの収集運搬の方を担当させていただいております長島と申します。よろしくお願いいたします。次にですね、本日、皆様にこのような、お時間をいただいた、趣旨と、本日の進め方について、簡単にご案内をさせていただきます。まず趣旨になるんですけれども、皆様ご存知かもしれないんですけれども、ゴミの有料化についてはですね、約3年間の議論を重ねてきておりまして、この前のですね、3月の市議会で、来年の4月1日から導入する運びとなりました。本日はですね、ゴミの有料化の概要と、来年からの新しいゴミの脇から出し方についてご説明を差し上げるものになります。続いて進め方になるんですけれども、全体で1時間程度のお時間を頂戴をいたしまして、前半の30分で、市役所からの説明ということで、その30分の中の25分ぐらいについては、私から、ゴミの有料化について説明をさせていただきます。で30分のうち、25分とあと5分ですね、あと5分は、環境事業センターからですね、直接搬入ゴミ処理手数料の改定について、ご案内させていただいて、トータル30分ぐらいで、残りの30分については、お時間が許す限りですね、皆様からのご意見ご質問を賜りたいなというふうに思っています。で質問については、説明が終わり次第、一括して、受けたまりたいというふうに思いますのでご協力をお願いをいたします。またですね、こんな折、コロナ禍ということなので、この室内ですね、換気を、しております。なので両サイドに窓が開いているのと後ろも、窓を開放して、このまま説明会を続けさせていただきたいのと、あと本日ですね、この後も、市民の、皆様の説明会の動画としてですね、ホームページに公開しようというふうに思ってますので、そのためにちょっと撮影が入ってますので、その点あらかじめご了承いただければというふうに思います。次にですね、配布資料の確認をさせてください。私どもからですね、2部資料を配布させていただいております。で一部はですね、このカラー刷りの、ゴミ有料化が始まりますと書いてあるものが一部、それと A4 の白黒の直接搬入ごみ処理手数料の改定についてということで、それが1部で計2部になります。皆さんお手元にお揃いでしょうか。よろしいですか。はい、それではですね、説明に入らせていただきます。で本日の説明なんですけど、私立ったり座ったりですね、あと途中で実演等入りまして、もしかしたらお聞き苦しくなるかもしれないんですけれども、その点についても、ご了承いただければというふうに思います。それでは皆様お手元にこちらのゴミ有料化が始まります、チラシご用意していただいてよろしいでしょうか。すでにお気づきの方いらっしゃるかもしれないんですけれども、実はですね、このチラシ、今年の9月頃にですね、茅ヶ崎市域お住まいのすべての方、市民の方、事業者の方に全国配布をさせていただいたものになります。なのでもしかしたらご覧いただいたことあるかもしれませんが、本日はですね、この資料に基づいて有料化に関しては説明を進めさせていただきます。今ご覧いただいているゴミ有料化が始まりますと書かれてある、右上の方にですね、小さく1ページの1って書いてあります。でこの中開いていただくとですね、ゴミ有料化の10の質問にお答えしますということで、こちらも小さいんですけれども、左上の方に2ページの2って書いてございまして、右上の方に3ページの3って書いてあります。でよく見るとこのチラシ裏面もございまして、裏表紙っていうんですかね、事業者向けのご案内になるんですけれども、同じくですね、右上の方に4ページの4って書いてあります。で今日はですね、市民向けの説明会と
いうことになりますので、私の説明は1ページ、2ページ、3ページの順番にご説明をさせていただきます。なので、4ページの内容については省略させていただきます。それでは1ページ、ゴミ有料化が始まりますと、書いてあるですね、下になんか白く囲ってある場所があるかと思いますが、そちらをご覧になってください。ここの中ではですね、まずゴミ有料化とは何なのかについて説明をしています。ゴミ有料化とは、まあ、ここに書かれてある通り、市が販売する、ゴミ袋、まあ、指定袋って呼んでますが、その指定袋をご購入いただいて、その指定袋を使って、地域の置き場にゴミを出す方法、まあ、この仕組みを総じてゴミ有料化と呼んでいます。まあ、なぜ有料化というお話なんですけれども、来年からは皆様が出すゴミの量に応じてゴミ処理手数料をいただく仕組みとなります。皆様が販売店でゴミ袋の購入を通じて市にですね、ゴミ処理手数料を支払う仕組みになります。でちょうど今ご覧いただいている右下の方にですね、なんか黄色い袋のイラストがあろうかと思うんですけれども、このイラストはですね、来年からの基本的なゴミ出しのルールをお示したものになります。そこにはですね、指定袋には袋の口が結べる程度のゴミを入れて出してくださいと書いてあります。袋の口が結べる程度、袋の取っ手の上部を掴んで持てる程度というふうに書いてございます。でイラストが2つあって、縛ってる様子が2つあろうかと思うんですけれども、このような形でお出しいただくということで、でどういう形かといいますと、実際にですね、これはごめんなさい、ちょっと藤沢市の、袋になるんですけれども、あの茅ヶ崎市が、採用する袋というのもこの藤沢市の袋と全く同じ形状になってまして、両サイドにですね、持ち手と言われる部分がついてます。こちらの部分ですね。で多分専門用語だと思うんですけれども、真ん中にこのベロというところがついています。持ち手とベロがついている、こういう形状になります。で袋の口というのはですね、この持ち手かこのベロのところを指してまして、でこれは結べる程度ということになりますので、この袋の口、このように持ち手を縛ってお出しいただいてもいいですし、このベロを縛ってお出しいただいてもいいですし、このように、まあ、両方縛って出していただいても大丈夫です。まあ、ベロか持ち手、いずれか片方もしくは両方縛ってお出しいただく、これが基本的なルールです。逆説的に言えばですね、この袋の口が結べない程度、まあ、ゴミを、まあ、溢れるような形で、お出しいただく、これは NG ということになります。それではですね、詳細に入りますので、ページをおめくりいただいて、左上の方に2ページと、書かれてある、ところで、1番から10番、番号が振っておりますけど、1番から順番にご説明をさせていただきます。タイトルにですね、あのゴミ有料化の10の質問にお答えしますと、書いてあるんですが、実はですね、我々が3月に、有料化を始めますと言った以降ですね、市役所の方に多くの質問を寄せられたその10を抜粋をしております。でまず1番なんですけれども、ゴミ袋の種類と値段についてになります。で皆様から向かって右手の方にですね、原寸大のゴミ袋をお持ちをしております。ちょっと立体的でなくて申し訳ないんですけれども、いろんな市があって、いろいろな袋を採用しているんですけれども、茅ヶ崎市はですね、燃やせるゴミと燃やせないゴミ兼用のゴミ袋を1種類作成をいたします。サイズは全部で4つ、向かって左から5リットル、10リットル、20リットル、40リットル、この4つのサイズの展開となります。市町村によっては燃やせるゴミと燃やせないゴミ分けてたりとか、まあ、それで色を分けてたりとかいろいろあるんですけれども、まあ、茅ヶ崎市は分かりやすく燃やせるゴミ燃やせないゴミ兼用の袋、サイズは4展開になります。でお値段なんですけれども、1リットルあたり 2.0 円という計算をしてまして、例えば5リットルの袋ですと5リットル ×2.0 円で1枚10円になります。
10リットルの袋ですと、10リットル ×2.0 円で、1枚あたり20円という計算になります。実際にですね、まあ、販売するにあたっては、バラ売りをするお店ももしかしたら出てくるかもしれないんですが、基本的には10枚1セットで販売を行いますので、先ほどの5リットルの場合ですと1枚10円なんですけれども、10枚1セットの販売だとセット価格100円になります。10リットルの場合ですと、まあ、1枚20円なんですけれども、セット価格200円という計算になります。以上がですね、1番、ゴミ袋の種類と値段についてになります。続いて指定袋の、色について2番に移ります。すでに今、ホワイトボードでご覧いただいたので視覚的にお分かりいただいたかと思うんですけれども、茅ヶ崎市の、袋の色は黄色になります。なぜ黄色なのかというところなんですけれども、まあ、これまで3年間ぐらい議論を重ねてきた中で、まあ、カラスの被害なんとかならないのと、まあ、多くのご要望をいただきました。今回ですね、まあ、カラス被害の軽減効果が認められる色として、まあ、黄色を採用した、それが黄色を採用した理由になります。続いて3番です、指定袋がどこでいつ頃から買えるかについてになりますが、指定袋については、コンビニ、スーパー、ドラッグストア、ホームセンター、あと駅近の、まあ、大きなお店、このようなですね、まあ、皆さんの普段のお買い物の延長線上で、ご購入いただけるような場所に、ご用意をさせていただくつもりです。販売時期については、来年の3月から、一斉に先行販売を開始をいたします。続いて4番、すべての品目を指定袋に入れて出すの、まあ、資源物の出し方って変わるのについてなんですが、まあ、有料化の対象品目と対象外品目についてになります。まずですね、対象品目なんですけれども、これもさまざまな市のさまざまなやり方があるんですけれども、茅ヶ崎市は有料化の対象としているのは燃やせるゴミと燃やせないゴミのみになります。皆様が普段リサイクルとしてお出しいただいているプラスチック製容器包装、瓶、缶、ペットボトル、配色用油、金属類、古紙類、衣類、布類、これらについては有料化の対象外となりまして、来年度以降出し方の変更はございません。茅ヶ崎市は燃やせるごみと燃やせないごみが有料化の対象となります。続いて5番、指定袋を使わないで出すとどうなるかについてですが、今もですね、例えば分別を誤ってしまったごみ、等々ですね、まあ、ルール違反のごみについては、我々啓発シールというものをそのごみに貼って、ステーションにですね、まあ、一定期間残置をしている対応を取っております。来年以降ですね、指定袋を使わないゴミもルール違反のゴミとして取り扱いまして、基本的には啓発シールを貼って収集は行わないということになります。ただですね、懸念材料としてはやっぱり不適正排出と言われる排出が増えるのではないかといったところがございますので、市としてはですね、パトロールであったりとか、集積場所の見回り、あとですね、自治会様に監視カメラの貸し出し等々ですね、不適正排出の対策を講じていきます。